まあ、オーストリア相手にジロンガ派だけで対抗するのは分が悪いんですよね。でなおかつ今回 この革命政府、まあ、国民から革命政府と言われてますけど、この革命政府の中でやっぱりトップを張ってるのは大体貴族なんですよね。貴族の人たちが主官なので、まあ、革命政府がさらにオーストリア相手に喧嘩をするのはなあんまりこう乗り気じゃないんですよ、正直。でそうするとジロンガ派の立場としては、なんかこうオーストリアは邪魔だけど自分たちだけで喧嘩をするのは部が悪いから、何をするかというとフランス全土から義勇兵を集めてパリに集結させるわけですよね。でその時に、まあ、マルセイユ、マルセイユの要は義勇兵たちが歌っていたのが今のフランス国歌になっているラ・マルセイエーズですね。はい、この革命の中でね、まずここラファイエット、1790年にラファイエットが、まあ、革命軍の総司令官になった時に革命旗として掲げたのが今のフランス国旗である三色旗なんだ。でなおかつここでジロンド派が、まあ、自分たちだけじゃ分が悪いって言ってフランス全土から義勇兵を集めて戦うことを宣言してパリに集結させた時にマルセイユから来た義勇兵が歌っていた歌が今のフランス国歌になっているマルセイエーズということで、ここがね、ある程度その今の現代フランスを形作っていく基礎になっている時ですよね、まさにね。で、ここで、まあ、全土から集まってくれたんで、さあ戦争、対外戦争ということでオーストリアと戦争が始まります。しかし、なんか押されるんですよね、もちろんね。押されていくんだけども、そこでジロンド派は何を考えたかというと、ルイ16世とマリー・アントワネットがオーストリアとつるんでるから俺たち押されてるんじゃねえのって気づくわけですよ。内通してるから、やつらが内通してるから多分情報が漏れて押されてるんだって気づいて、ルイ16世とマリー・アントワネットを幽閉します。そしてその後に起こるバルミーの戦いから一気に反撃が始まるわけですよね。内通者がいなくなって情報が向こうに漏れなくなったんで、一気に形勢が逆転してバルミーの戦いでどん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 反撃していって、ジロンド派盛り返していきます。でなおかつこの時に、まあ、義勇兵ね、義勇兵に参加した中に、まあ、お金がなくて苦しいから戦争でね、なんとかお金をってことで、下層民階級の人たちが、まあ、かなり活躍してくれます。で彼らは3キロットっていう下層民階級の人たちっていうのが今回の戦争で活躍することによって政治的な発言権も強くなっていくわけです。そしてこの3キロットたちが支持していたのがジャコバン派と言われている人たち、まあ、このフイヤン派とかジロンド派の中にさらにまたジャコバン派っていうのがまた別にいたんですけど、まあ、彼らっていうのはロベスピエールとかダントンとか、要はこの人たちも結構イケイケと思う、結構過激派です。で彼らが過激派なんですけど、で、まあ、彼らがねこの議会の中で左側に座っていたことが左翼っていう言葉の、まあ、語源になったりとか、でもしくはこの彼らのねジャコバン派の人たちの恐怖政治 そのフランス語読みからテロとかテロリズムっていう言葉も生まれてきているような、結構言ってしまえば危ない人たちっていうことですよね、危険な人たちです。で、最終的にねこの戦争の後に普通選挙が行われます。でこの時から結構ジャコバン派という人たちが下層民階級3キロットの人たちに支持されながら議席数を増やして勢力を拡大し、で国民議会の中で力を持ったんで彼らが今度は中心になっていくんですけど、この後ね、コンコルド広場で16世を処刑します。ギロチンですよね、多分挿絵とかが教科書に載ってると思うんですけど、
でマリー・アントワネットも手中引き回しされた後に処刑されています。でこれがかなり革命として衝撃的だったんですよね。この後イギリスがこの事態に大いにこうビビって、まあ、ビビってというと言い方は悪いですけど、被験種して今回の革命に対してイギリスを中心に第1回大仏大同盟というのが組まれます。各国が要はフランスを囲んで、もう何だろう、危険文書をどうにかしなきゃっつって協力してフランスを取り囲むっていう、そういう同盟につながっていきます。今回ね、かなりちょっと長くなってしまってごちゃごちゃしてきましたけども、要はフランス革命というのはそもそも時代背景的にイギリスの産業革命だったり、アメリカの自由平等という宣言のもとの独立だったり、プロイセンや、ロシアのね、こう自由への近代化に向けた動きっていうのが背景にありながらも、フランスというのはルイ14世から始まった絶対君主制のもとブルボン朝が支配を、ね、強めてアンシャンレジムからなかなか抜け出せないでいた。でなおかつルイ15世16世に続けて、まあ、財政をどん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 圧迫していく中で、ついにぶち切れた平民たちが自分たちで議会を作ろうと立ち上がり始めます。解散しねえぞと、お前が認めるまで解散しないというテニスコートの誓い、キュービジョンの誓いが行われましたが、それに皇族たちは反発します。そして軍をそれに対して差し向けるんですよね。でこういう時に、ね、平民たちに人気のあったメッケルさんが、まあ、罷免やめさせられることによって一気に暴発して、バスティーユ牢獄の襲撃につながっていきます。1789年です。この事件がフランス全土に飛び火することによって一気に革命の火が広がっていきます。でここで、特権廃止を議会で、まあ、決めさせようとするわけですよね。もう彼らは武器とか火薬とかいっぱい持ってるんで、まあ、力も持ってる。でそれでもう特権、こういう特権階級の人たちの特別感をなくして、みんな一緒ごたにしてくれと、俺たちだけに苦しめられるのはごめんだっていう話を決めて、それを法律制化しようとするんだけれど、まだ、まあ、正式な手続き的にはルイ16世の承認が必要でも、もちろんそれは拒絶されるわけですよね。でその中にあって、まあ、軍も派遣されて一触即発の中、ついにリーダー格であって、ルイ16世たち、もしくは特権階級の貴族たちとの橋渡しをしてくれていたミラボーさんが亡くなります。そこでイケイケドンドンだったラファイエットがついに革命軍の総司令官に任命されて、彼が1790年今のフランスの旗になっている三色旗を革命旗として掲げ、革命がさらに激しさを増していきます。でもここにあってルイ16世は何をしたかというと、この荒れた状況を置いて逃げるわけですよね。マリー・アントワネットの、まあ、実家であるオーストリアに亡命しようとします。しかしその直前、国境を目前にしてヴァレンヌという土地で国民軍に捕まり、そのヴァレンヌ事件が全国に知れ渡ることでルイ16世はもう信頼を一気に失うわけです。でこれを受けてオーストリアはおいおいと、その革命の火をこっちまで持ってくるなっつってビビったんで、プロイセンと協力をしてピルニッツ宣言を出します。これはルイ16世は王のままにしといてくれという、まあ、意図ですよね。でもルイ16世を、まあ、そのまま王に据えるんだけれど、まあ、今回もう支持を失っているルイ16世としては国民議会を認めざるを得ない。それでやっと1791年憲法が成立します。ここで国民議会が勢力を握ったんだけれども、その人数が多いんだから、まあ、それぞれバラバラに派閥があるのは当然。その中で一番勢力を持っていたのはフイヤン派とジロンド派だった。フイヤン派は立憲君主制維持を求めて、まあ、法律はもう作ったんだし別にルイ16世がいてもいいんじゃないかと、今までの体制も踏襲していいんじゃないかっていう発想だったけれど、ジロンド派っていうのはもう王をなくして完全な共和制に持っていこうぜという話をしていた。でその中にピルニッツ宣言があったんで、これは邪魔だと、王を排除するのにピルニッツ宣言を出しているオーストリアはちょっといらんねっていうことで対外戦争を企てて、ついに宣戦布告をするわけですよね。
で、まあもちろん彼らの士官にあたる人たち、要は上官にあたる人たちっていうのは貴族だから、まあもともと革命政府に対してそこまで命をかけるほどのねテンションではない。そこで義勇兵をフランス全土からパリに集結させることにした。まあ、この時にマルセイユから来た義勇兵の人たちが歌っていたラ・マルセイエーズが今のフランス 国家になっている。で、義勇兵として駆り出された仮想民海峡の中で特にこう最前線でね力を発揮した人たち、サンキュロットっていうのがもちろん国を守ったということで国民議会の中でも力を発揮するというか政治的発言権を強めていく。で、彼らが一番支持したのはジャコバン派っていってロベスピエールやダントやマラーという人たちがいた派閥だったんだけれど、彼らっていうのもまたかなりイケイケどんどんで、彼らが、まあ、もちろんこの議会の中で左側に座っていたことが左翼の語源になり、で彼らのこの後をやる恐怖政治っていうものはフランス語からテロとかテロリズムという言葉が生まれていくような結構過激派の組織で、彼らが政権を握った時にコンコルド広場でついにルイ16世が処刑、マリー・アントワネットも市中引き回しをされた上に処刑されてしまいます。で、これを受けてこの革命の危なさを知った他国がイギリスを中心にフランスを取り囲む第1回大仏大同盟というのが行われるという流れだったんですね。これがフランス革命の、まあ、全貌です。かなり端折ってはいます、端折ってはいますが、大事なところは入れられたかなと思っています。大きな流れをこの動画で掴んでもっとね詳しく知りたい方はぜひ教科書の方に戻って復習してみてください。フランス革命を勉強するだけでもねかなりいろんなことが勉強できます。他国とのつながりとかもね、当時のごちゃごちゃした時代背景とかもつかみやすくなるので、ぜひこの部分しっかり勉強してみてください。